このコーナーはリビングカルチャーセンターの提供でお送りします。このコーナーはゲストにリビングカルチャーセンターの講師をお招きし、講座の紹介をしていただきます。お話を伺うアシスタント役は FM ハイとのコラボ企画 FM ハイパーソナリティ養成講座を修了したリビカルサポーターの皆さんです。こんにちは、リビカルサポーターの伊藤郁子です。今回はどんな先生なのか楽しみですね。それではご紹介いたします。アロマとハーブでおうちケアの伊藤貴美子先生とお電話をつないでお話しさせていただきます。伊藤先生、はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですが、タイトルにもありますように、はい、香りを生かして暮らしに彩り、アロマとハーブでおうちケアという講座なんですが、どのような講座なのか教えていただけますか。はい、アロマ、そうですね、精油と呼ばれるものなんですけど、はい、まあ、香りとそれからお茶で飲むハーブを生かして、うん、生活の中でいろいろ使えるものを作って、で、まあ、アロマの効能や美味しいハーブティーの飲み方をお勉強しようっていう講座です。あ、そうなんですね。で、アロマっていうとなんかこう癒してくれるっていう感じで考えててよろしいですか。はい、なんかこう、そうですね、癒されるみたいな。はい、皆さんも、うん、香りを嗅いだだけで、うん、パーって顔が明るくなったりとかされるので。あ、そうなんですね。すごくこの体とか気持ちに作用すると思います。うん、すごい効果が現れるのが早いんですね。そうですね、なんか0コンマ2秒とかも言われてるんですけど、やっぱり脳に信号がいって、なんか体に作用するっていう、ことみたいなんですね。あ、そうなんですね。うん、ハーブも何かこう、はい、アロマとちょっと関係があるところってあるんですか。あ、そうですね、ハーブが、はい、ハーブからアロマが作られてたりとかするんですけど、まあもうどちらとも、まあ、植物っていうことで、はい、この自然のものを使って、もう昔はどちらもお薬として使われてたものなので、そういったものを使って、はい、自分たちも健康であったりとか、こう気持ちも楽になったりとか、はい、そういうことをしていこうっていうことですね。あ、そうなんですね。で、ハーブティーの美味しい飲み方とか活用方法って何かございますか。そうですね、ハーブティーもそのハーブによるんですけど、その私たちはよく時間をかけて蒸らしてあげるとか、はい、それから茶葉の量をケチらないとか。あ、そうなんですね。はい、いろんな方法があるんですけど、うん、実は静岡ってすごくお茶が美味しいところなんですけど、はい、とても静岡の皆さんに気に入っていただいてて、はい、美味しいハーブがお届けできるので、はい、ぜひ皆さんも講座に来ていただいて味わっていただきたいなっていうふうに思います。そうですよね。はい、先生、今静岡の方っておっしゃってらっしゃるんですけど、もしかして出身は違うところですか。はい、実は愛知県 の、豊橋市というところに住んでおりまして。そうなんですね。はい、いつも車で、3時間ぐらいかけて、講座7時ぐらいにお出るんですが、はい、はい、お邪魔させていただいてます。そうなんですね。先生のお講座が午前10時半からお昼の12時までですよね。はい、そうです。じゃあそれに合わせて、はい、出てくるということですね。家を、そうですね、ご自宅を。はい、あ、すごい。はい、でも富士山が待っててくれるので、高速走りながら、はい、富士山に会える、皆さんに会えるって思いながら、楽しく車を走らせてます。いいですね。はい、最高の時間ですね。
そうですね、最高のドライブで今日皆さんに何伝えようかなって、うん、この車の中でもちょっと考えながら、走らせてます。いいドライブができていいですね。はい、はい、そんな先生のお講座なんですが、月に1回ごとでよろしいですか？はい、そうですね、はい、月に1度。はい、はい、日程が10月の14日の金曜日で、はい、11月は11日の金曜日で、12月は9日の金曜日ということでよろしいでしょうか？はい、はい、では3回あるということで、これ年内は3回あるということですよね？はい、そうですね。はい、でこれは3回セットでも1回1回でもよろしいんですか？はい、何か月ごとに作るものとかも違いますし、そうなんですね、あとは皆さんのご予定もあるので、行きたいなっていう月だけ選んできていただいてもいいですし、はい、1回1回お申し込みがっていうようであれば3回申し込んでいただいても大丈夫です。いいですね。で先生、見学とかもできるんですか？そうですね、短い時間になるとは思うんですが、はい、見学もしていただけます。あ、はい、そうなんですね。はい、でまた何かこれからこういう講座をカルチャーでやっていこうっていうものとかもあるんですか、もしかして先生？あ、そうですね、実は、はい、ハンドトリートメントの講座もさせていただいてまして、はい、カルチャーさんの方で。そうなんですね。ちょっと秋は募集がないので、うん、また4月から募集があるので、はい、また皆さんチェックしていただけると嬉しいなと思います。必ず皆さんね、はい、チェックして来ていただきたいですよね。はい、はい、それとあと先生、他に活動とかはされてますか？このカルチャーセンター以外に何かされてることっていうのは、はい、静岡の方ではすいません、まだちょっとあまりカルチャーさんだけなんですが、こちらの愛知県とか、はい、あと浜松市とか磐田市もお邪魔してて、そちらの卒業生の皆さんと、うん、ちょっとコロナ前になってしまいますが、はい、介護施設にボランティアに行って、こうアロマでこういろいろなものを作っていただいて、利用者さんに作っていただいたりとか、はい、それからあとはイベントとかに出て、はい、皆さんにこうアロマの香りを楽しんでスプレー作っていただいたりとか、リップクリーム作ってもらうっていうようなイベントとか、ハンドマッサージをするとか、はい、そういうイベントに出させてもらったりとかしてたんですけど、ちょっとコロナでね、はい、やっぱり止まっちゃってますが、でも皆さんすごくこの講座の中で学んだことをその場で生かして、楽しく生かしてくださって、はい、お役に立ってというか、その介護施設の方とかにも喜んでいただいているので、はい、また静岡でも卒業生の皆さんと一緒にそういうチームを作って活動していきたいなっていうのが私の目標なんですけど。素晴らしい目標ですね。ありがとうございます。いやでもまだまだこう広げていけるものがありますよね、いろんな角度からね。はい、コロナで今皆さんマスク生活で、うん、なかなかちょっと気分もこう落ちてしまいがちかと思うんですが、はい、香りを嗅ぐと呼吸が深くなるので、ちょっと深呼吸したみたいな感じにもなるので、はい、ぜひ香りをまず好きな香り見つけて楽しむことから始めていただければいいかなっていうふうに思うんですけど、そんなきっかけで来ていただけたら嬉しいなと思います。いいことですよね、はい、香りを楽しむ、なんかこういう静かな時間っていうのもやっぱ必要ですよね。そうですね、そう、ちょっと心を落ち着かせて、落ち着かして、なんかこうせかせかしてっていうか、毎日こう忙しく皆さんされてると思うんですが、やっぱりちょっと落ち着いた時間も、はい、やっぱ日々の生活の中には必要かなって感じるところもありますよね。そうですね、今現代人は本当に忙しいので、うん、
はい、あの自分ももっと大切にしてあげてほしいなって思います。そうですね、先生素晴らしい夢がありますね。ありがとうございます。もうこれも皆さんのお力添えあってこそなんですけど。あ、そうなんですね、はい、先生なぜこの世界に入り込んだんですか。そうですね、なんかあのやっぱり何かしたいと思った時に、はい、いろいろ、うん、あのカルチャーでいろんなものを習ったんですけど、はい、アロマが一番楽しくてどっぷりハマってしまったっていう。あ、そうなんですね、はい、教えてくださった先生もきっと良かったんでしょうね。そうですね、で、はい、やっぱり仲間もみんな素敵な方ばかりで、うん、今もあの生徒さん来てくださる方皆さん教室で仲良しになられて、うん、来月来るってあの誘い合いながら、はい、あの来てくださるのがすごくみんなお友達になって楽しくやってくださってるのも私はすごく嬉しい。じゃあそれは一番嬉しいですね、はい、なかなかそういう機会ってこうないですから、はい、なんかそれも香りの効果もあるのかなって思ったりとか、はい、そうですね、あと、はい、まあ、先生の人柄も あると思いますよ、きっといつもあの皆さんに助けられてます。結構どっちで物をこぼしたりとか、あの突然言うことを忘れちゃったりとかあるんですけど、もうあの皆さん笑って許してくださるの で、 そうですね、温かい生徒さんばっかりで助けられてます。よかったですね、はい、で先生最後にリスナーの皆さんに一言お願いできますか。はい、なんかそんなちょっとドジな講師ではありますが、はい、本当にアットホームで楽しい教室を心がけてますので、はい、どうぞ皆さんお気軽にちょっとあのお気に入りの香りを見つけに来るっていう軽い気持ちでぜひ受講していただけたらなと思いますので、はいはい、ぜひまた皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。はい、今日は伊藤先生本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。講座受講希望の方、お問い合わせは静岡市葵区天満町 16-8 天満町通りリビングカルチャーセンターまで、電話 054-205-4111 205-4111 です。どうぞお気軽にお問い合わせください。リビカル玉手箱、このコーナーはリビングカルチャーセンターの提供でお送りしました。